おーい起きたー何頭ボーっとしてんのえそんなの秘密だよ教えてあげるわけないじゃんていうかお前何も覚えてないのは なんで俺がそんなこと答えなきゃいけないの大体いいお前、その言葉、助けてもらった人間に言う言葉かよ。んどうなんだよ。お前は、俺が助けてやったんだよ。わかる お前が苦しそうに苦しそうにしてるところを俺が助けてあげたんだよ覚えてないのおい覚えてないの <laughs> そうやってお前は いつまでもいつまでも俺のことをイライラさせる俺をイラつかせる天才だよお前はん毎回毎回同じことの繰り返しそろそろ俺も飽きてきちゃったよあ何 いや別に言いたくないわけじゃないよ。だって俺が言ったところでどうせまた忘れるじゃん、お前。<laughs> そんなに知りたいの何が起きたか。<laughs> やれやれ。めんどくさいけど教えてあげるよ、じゃあ。 もう言わないから、ちゃんと聞けよ。お前は、俺にしつけられたの。何回も何回も、たーくさんしつけられて。それでもご主人様の言うことを聞かないから、たーくさん。 記憶が飛ぶまで俺がいつもしつけるのでもお前はバカだからそのしつけてる途中でいっつも記憶が飛んじゃ俺のお仕置きに最後まで耐えられない 楽しそうに楽しそうにしてると思ったら、だんだん悲しそうに苦しそうになって、最後には俺を置いてっちゃう。そして、起きた時には、いっつも記憶がなくなってる。起き楽で、バカで、まぬけで。<laughs> でも、俺専用の女の子。なんだかんだ。可愛いよね、お前。わ <laughs> かった。何が起きたか。お前さ、ずーっとこれの繰り返しだよ。 バカみたいに楽しそうでいいねお前はねえそれよりさ今日は何か変だと思わない何がってお前ならわかるでしょていうか分かってて欲しかったな お前、俺が言ったこと全然できないし、記憶もすぐに飛ぶし、へなちょこじゃん。<laughs> まあ、単刀直入に言うとさ、お前みたいなやつ俺のペットに必要ないんだよね。俺が欲しいのはさ、従順で、 利口で《「賢いペット」》《もうお前いらないんだ》《お前用済み》<laughs> ねえどうする?「用済み」って言われちゃったね。 <laughs> ねどうしたら助かるかな一緒に考えよっか。<laughs> お手しろ。俺、お手しろって言ったんだよ。聞こえてなかったわけじゃないよね、この距離で言ったんだから。 やれって言われたことはすぐにやろうね。俺はそのまま嫌いなの。お前が利口なペットだとしたらカンマ0.1秒も開けるな。分かった俺。ちゃんと俺の言うことを理解できるペット。欲しいな。お手。 まだ遅いよ。ていうか、そんなのさっきとあんま変わんないレベルだよ。ねえ。もしかしてわざとやってる <laughs> ならいいけど。は <laughs> 本気なんだ。ええー。 でもその割にすっごい嬉しそうだね、お前。そんな楽しい俺に遊んでもらうの。あ、そう。じゃあ本気でやってね。またもう少し遊んでやるから。ちゃんとやらないとまた記憶吹っ飛んじゃうよ。わかった <laughs> 楽しいやつ。 とお前は毎日毎日飽きないよ <laughs>。<laughs>